森岡秋田福島群馬 F 東23 y S、横浜相模原長野富山藤枝沼津 G 代 23C 代23鳥取北九州鹿児島琉球2018年の J3 リーグ所属クラブの所在地この項目では2018年シーズンの J3 リーグについて述べる J3 リーグとして5年目のシーズン明治安田生命保険相互会社をタイトルパートナーとして 2018明治安田生命 J3 リーグの名称で行う。2017年12月12日にスケジュールと概要が発表された。3月9日開幕、12月2日閉幕の全34節合計272試合で行われる。前年に続き参加クラブ数が奇数となるため、毎節1クラブは試合がない。 また 2018FIFA ワールドカップによる中断もなく、J1J2 で今年から実施される金曜開催についても、開幕戦とシルバーウィーク期間の1試合の計2試合しか設定されていない。2018年シーズンの J3 のクラブ数は前年と同じ 14? 前年同様、FC 東京 U-23 ガンバ大阪 U-23 セレッソ大阪 U-23 の U-23 チーム3チームが加わり、17チームでリーグ戦を戦う。2017年の J2 リーグ22位のザスパクサツ、群馬は初の J3 広格。日本フットボールリーグからの入会チームはない。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。前年優勝しながらライセンスの関係で、 j 2昇格を果たせなかった秋田と最後まで優勝を争った沼津と鹿児島、さらには降格組の群馬に降格2年目となる北九州などが優勝争いの軸となると予想されたが、序盤は秋田がスタートダッシュに失敗する一方を、沼津に加え、精力的な補強を行った鳥取、さらには金賞制の下でポゼッションサッカーに磨きをかけ、開幕前から 3対1で勝つサッカーをすると宣言した、琉球などが上位を争う。リーグ中盤以降、2年連続得点王の FW、藤本紀明が移籍し攻撃面に不安を抱えつつ、三浦康都市の下で、ボール保持率を高める、組織的な戦い方で着実に勝ち点を積み上げた、鹿児島と琉球で首位争いを繰り広げるが、琉球が、第17節で首位に立つと、 その後の12試合で、第23節の G 第23に敗戦を、喫したのみで9勝2分1敗。うち6試合で、複数得点と攻撃力が爆発し、首位を回装。第30節のホーム、群馬戦で、引き分け以上で、自力優勝となる中、この試合でも MF、中川風紀の2得点など、攻撃陣が奮起し4から2で勝利。クラブ創設15年目。 J3 参入5年目にして、初の J3 優勝、J2 昇格を決めた。3試合残しての J3 優勝、J2 昇格は、リーグ最速。さらに琉球は、第33節のホーム最終戦、相模原戦に勝利し、J3 リーグでは初、全カテゴリー通算でも2006年 J1 で、浦和が記録して、以来2例目となるリーグ戦、ホームゲーム年間無敗を達成した。 一方、自動昇格権となる2位争いは、琉球の優勝が決まった第30節の時点で、鹿児島、沼津、群馬、鳥取の4チームに可能性があったが、第32節の結果により、鳥取が脱落。そして第33節、11月24日に2位、鹿児島と勝ち点差3につけていた3位群馬が、アウェーで、藤枝に、 通婚の黒星を喫し、翌25日に鹿児島は、引き分け以上で、昇格決定となる4位沼津との直接対決に、臨んだ。この試合、後半29分に、MF、中原秀人の挙げた決勝ゴールを守りきり、1から0で勝利。この結果、鹿児島の2位が確定した。上位では、鳥取は、得点王となった FW、レオナルドの活躍もあって、 前年度再開から3位に順位をジャンプアップさせて復活を見せ、沼津もリーグ最小失点を記録した剣士が光り4位に食い込んだ一方を、1年での j に復帰を史上命題とした群馬は序盤のつまずきを最後まで挽回できず5位にとどまる。U-23 チームでは、和美和成、瀬尾直也の活躍したガンバ大阪 U-23 と米沢玲衣。 山根永遠の活躍したセレッソ大阪 U-23 が、いずれも前年度より順位を大幅に上げて6位と7位と過去、最高順位を記録した。最終更新は2018年12月2日の試合終了時出展、J リーグデータ順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、総ゴール数4、直接対決の結果5、警告数6、抽選。 1J2 リーグへの自動昇格については、J3 の1位2位クラブが J1 もしくは、J2 ライセンスを保有している場合のみ行われ、1位2位のどちらか、あるいは両方がライセンスを保有していない場合、自動昇格が行われない場合がある。22位までに U-23 チームが入賞した場合、U-23 チームを除く13チームの成績をもととして、 自動昇格チームを決定する。1節から17節、18節から34節、最終更新。2018年12月2日出展。J リーグデータ最終更新は2018年12月2日の試合終了時出展。J リーグデータ1差10列のチームが、ホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。 最終更新は2018年12月2日の試合終了時出展 J リーグデータ最終更新2018年12月2日出展 J リーグデータ中期全シーズンは J2 ありがとうございます